申し訳ございません。僕のセンスが半端なさすぎるあんまりに、ちょっと YouTube ちゃんと投稿し始めてから、ほんまにあっという間に10万人登録に達しちゃったんですけど、嬉しさが全然湧いてこないんですよ。まず10万人の皆さんご登録いただきありがとうございます。今から話す内容は僕がなぜ YouTuber をしてるかっていう、まあ目的みたいな割と真面目な話になります。なんかね、普段はね、パパ活のね、闇聞いたり、ファンの家泊まったり、なんか1週間オナキン生活してみたりっていう風にこう全部バカバカしいことをしてるように見えるんですけど、全部その目的を果たすためにやってるんですよ。で、まあその目的ってまあちらっと動画で話したことがあるんですけど、どうしてその目的を持ってるかっていうのは多分動画にあんまりしたことないんですけれど、まあ辛かった過去とか結構あるんですよね。家庭環境的な部分で悩んでたり、まあ親がお金のことでしょっちゅう喧嘩してたりみたいな、まあ、ちょっと暗い過去があったり、まあ、それとは逆にちょっと明るい過去とかもあったりするんですけれども、その目的を持ってるのってその過去に結構大きく関係してるんでね、その部分今まであんまり話してきてなかったお話をねちょっとしたいと思います。のわりね、本来はね、10万人いったらね嬉しいよっていう動画出すと思うんですけど、なんかあんまり嬉しさ湧いてなくてごめんなさい。嬉しさはあんまりないんですけれども、10万人に登録してもらってるみたいな感謝とか幸せな気持ちみたいなのはあるんでありがとうございます。ただ10万登録いったっていうなんかそれ自体はそんなに嬉しくないです。というのもね、別に僕登録者を増やすために YouTube やってるわけじゃないんですよ。僕が YouTube 見てる目的って、不平等に苦しんでる人を減らすためにユーモアと思想を発信したいとか、きっかけを作りたいとか、ビジネス始めた時うまくいきたいなとか、 YouTube っていうプラットフォーム上で新しいことをし続けたいなっていうのが目的なんですよ。なんでその目的とは外れた10万登録っていう意味であんまり嬉しいという感情が分かへんのかなというふうに思います。ってなってくると、もうなんとなく察した方もいると思うんですけれども、僕が喜ぶというかこう嬉しい気持ちになる瞬間って、さっき挙げた4つの目的を果たせたって感じる瞬間なんですよ。でもこの4つのことを話したら、まあ時間とんでもないことになるんで、不平等に苦しんでる人を減らすためにユーモアとして発信したいっていうのと、きっかけを作りたいっていうところについて、まあ、なぜそんな目的を持つようになったのかみたいな経緯をね、今まで話してこなかった部分もあるかな、動画にしてなかった部分が多いんですけれど、その経緯についてね、軽く深掘りしていきます。軽く深掘るってなんか軽いのに深いんかいみたいな、そう矛盾してる感じしませんか。そういうの真面目な動画なのにね、こういうこと言っちゃうから根強いファンが得られないっていうね言うてますけれど、まっこりもっこり、いきなり言葉選ばずちょっときついというか、ド直球な表現になっちゃうんですけど、僕の家庭は経済的にあんまり裕福じゃなかったんですよ。お父さんとお母さんが毎日お金のことで喧嘩してたんですよね。僕の部屋が1階で、喧嘩してるのは2階のリビング。言い当てる内容がはっきりは聞こえてこなかったんですけれども、かすかに言い合ってるなっていうのは毎日聞こえてたんですよね。経験したことある人結構多いと思うんですけど、両親の喧嘩見たり聞いたりするのってめちゃめちゃきついじゃないですか。なんかこう胸がはち切れそうな思いというか、なんか割ってその止めたこともあるけど、なんかお前分からんやろとか知らんやろとか、そのお金の事情なんか俺知らんから入ってもあっち行っとってみたいになって、もうどうしようもできないみたいな。でもお母さんとお父さん喧嘩してるからなんか不安な気持ちになるみたいな。でその喧嘩マジで森とかじゃなくて毎日やったんですよね。毎日自分のその1階の部屋から2階のリビングの喧嘩の声を聞いてたんですよ。で僕ってメンヘラじゃないですか。メンヘラなんでいろいろ考え込んじゃうわけなんですよ。もしかしてパパとママ離婚するんかな、離婚した後はお金大丈夫なんかな、離婚した後兄弟別々になっちゃうのかな、離婚した後パパとママどっちについていけばいいんやろ、離婚した後って学校も転校することになっちゃうんかな、いやてかそもそも離婚してほしくないなみたいな、小学生当時の僕の頭で考えられるこういろんな悩みがずっと頭をよぎって、もう不安が途絶えなかったんですよ。それがたまにとかじゃなくて、ほんまに毎日でした。そんな日常が続いてるとある日、当時僕サッカーを習ってたんですけれども、こうサッカーの練習疲れて家帰ったら、まあ、お父さんとお母さんが大喧嘩したんですよね。何が原因やったかわからんねんけど、とにかくめちゃくちゃ揉めてて、なんかもうお母さんが大きい袋にも服とか詰めて、もう優勢今から出ていくでみたいな感じになってて、もう意味わからんやん。こっちサッカーの練習で肉体的に疲れてるのに、帰った瞬間別居します、精神的にまた追い込まれるみたいな。でもなんとかその日の喧嘩はどういう感じで収まったかはっきり覚えてないけど収まりました。やけどまだ日常の些細な喧嘩みたいなのは耐えることがなかって、とうとう妹と弟と俺の兄弟3人がリビングに呼び出されて、そのいつもご飯を食べてるテーブルのところに座らされて、離婚届バーンって出されたんですよ。でお父さんの口から、パパとママは離婚することになりました、これからはパパと兄弟3人で暮らすことになる、ごめんなっていう風に言われた。これはめちゃくちゃ覚えてる。その当時妹は4歳ぐらいやったかな、多分物心ついて間もなくて、離婚とかっていう言葉も知らんけど、お父さんとお母さんがめちゃくちゃ喧嘩してるみたいなのはすごい分かって、なんか別居っていうのもなんとなく意味は多分理解してて、大泣きしてたんですよね。で当時小1小2ぐらいの弟は普段めっちゃおとなしい生活なんですけど、パパとママもうこれ以上喧嘩するのやめて一緒に仲良く暮らそうよみたいな感じで叫んでたかな、確かそんな感じで。肝心の僕なんですけど、普通やったらその妹と弟みたいにやめ
めてやっていう風に止めると思うんですけど、不安とか悲しいとか寂しいとかいろんな感情が込み上がりすぎて、なんか精神結構変になってたんですよ多分。なんでか分からんけど、離婚しやんといてとかは一切言わずに、もう分かったわっつって、で、もうその一言だけ言ってすぐ自分の部屋に戻ったのを覚えてます。今思い返すと、多分毎日喧嘩見てるくらいやったら、もう離婚してお互いが別々のそれぞれの幸せを見つけた方がその形が一番いいのかなっていう風に考えてたのかなと思います。で、まあその感情が抜けた感じの冷たい感じで、まあ部屋に戻ったんですけど、やっぱり自分を産んでくれてここまで育ててくれた、もう十何年間お世話になったお母さんと離れるのってほんまに嫌やなっていうか悲しいなってなって、もうワンワン泣いてたんですよ。その 2,3 時間後ぐらいかな、お父さんがなんかやっぱりママが子供たちと離れるんが嫌やから、パパたちは離婚せんことになったみたいなのを言われたのを覚えてます。もう離婚届見せられて本格的に離婚するわ思ったらやっぱ離婚せんへんみたいな、こう展開いろいろありすぎてさ、もう俺たち3人兄弟はもう精神状態マジ迷子やった。まあそんな感じの生活を送りましたと。で、こっからがようやく繋がってくんねんけど、これってめちゃくちゃ不平等だと思うね。だってさ、俺ってさ別に経済的に余裕がない家庭に生まれたくて生まれたわけじゃないやんか。お金で親が喧嘩してる家庭に生まれたくて生まれたわけじゃないやん。気がついた頃には勝手に生まれてたわけやんか。俺って産んでいいですよって許可も出してないねんけど、勝手に生まれてたわけよ気づいた頃にはね。勝手に生まれてて、その勝手に生まれた家庭が経済的に裕福ではなかっただけやんか。つまり運が悪かっただけやん。そのどうあがいたところで自分で操作することができない運で、俺めっちゃ悩んでてんな。こんなんさ不平等すぎるやん。運よく裕福な家庭に生まれた子は親がお金で喧嘩して不安な気持ちになるっていうことが一切ないんやなっていう風に考えたら、余計めちゃくちゃ不平等やんっていう風に思ってたわけよ。で、人生って不平等なことそれだけじゃないんですよ。あいつは両親頭がいいから地頭が良くて、でも俺は地頭がそんなに良くない、だから同じ時間勉強してるはずなのに俺の方が点数が低いみたいなことだったり、自分は顧問の先生が練習見てない時でもコツコツ頑張ってるのに、なんか隠れてサボってるあいつが試合出てるとか、あいつは生まれつき容姿が整ってて顔が綺麗だから恋愛俺より上手くいってるとか、あいつは生まれつき社交的でコミュ力高いから先輩からも好かれるし後輩にも慕われる、でも俺は生まれつきコミュ力がないから先輩にも相手されへんし後輩にも慕われへんとか、あいつは生まれつき容量がいいから自分と同じ時間仕事しても自分より結果出すとか、言い出したらほんまにキリないぐらい人生って不平等の連続なんですよ。そしてその不平等にぶち当たるたびに病むというか、なんか不幸を感じるというか、劣等感にまみれるというか、とかくマイナスな気持ちになるんですよ。多分皆さんも一度はその不平等の壁にぶち当たってマイナスな気持ちになったことがあると思います。頭がいい人間として生まれた、容姿がいい人間として生まれた、経済的に豊かな家庭の人間として生まれた、家族みんなが仲がいい家庭に生まれた、もう全部運、ほんまにマジで全部運やね。その生まれつきの自分たちで操作することができない生まれつきの運で、僕たちは日々悩まされている。もうどう考えても不平等なんですよ世の中。実際に家庭環境があまりよろしくないという風な不平等を体験した上で不平等で苦しむっていうのが納得いかないから、不平等で苦しむ人を減らしたいんですよ。で、その不平等を減らすには思想みたいなのが必要だと思うんですよ。なんかいろいろ考えたんですよ。例えばお金で困ってる家庭だったら、その家に1億円ボンっても渡すことができたら解決するかもしれないじゃないですか。でも日本ってこの1億何千万人もおる中で、それと同じ悩みを抱えている人がいっぱいいる中で、俺ってお金も持ってないから無理なわけよね。じゃあどうすればいいかなってなったら、思想っていうところにたどり着いたわけです。実際僕も家庭にお金が一気にバンって降ってきたとかじゃなくて、この思想が変化したことによって不平等で苦しむっていうことがなくなったんですよ。で、思想っていうのはウィキペディアによると、心に思い浮かんだこと、考え、特に生活の中に生まれその生活行動を支配するものの見方、まあここで僕が言う思想っていうのは一番最後のものの見方っていう意味が一番強いかな。捉え方だったり考え方みたいなところですね。これは僕が思ってることなんですけど、思想が変われば現実は変わるんですよ。実際僕がその一人なんですよ。家庭がお金なくて自分がめちゃくちゃ不安になってたけど、今ではそれに対して最悪やったとか一切思ってなくて、むしろめちゃくちゃ感謝してるね。これはなんでかっつったら思想が変わったから。じゃあどういう風に思想が変わったかっつったら、とにかくお金がないことでも揉めてたから、お金がないのが嫌だっていう風に捉えててんけど、でも冷静に考えてみたら、俺はその両親がお金で喧嘩してくれてたことによってお金にめっちゃ執着してたのでね、そのお金が欲しいって、お金があれば喧嘩なんてなくなるんだと思ったから、とにかくお金を稼ごう稼ごうとしてたんな。それこそ有名人になって案件いっぱいあってお金稼いだるぞっていう風な思いで TikTok 始めたりとかしたわけよ。実際そのおかげで俺は今 YouTuber にもなれたわけやんか。ってことは結果全然プラスやって、お金に執着したことによって TikTok で有名人になってやろうとか思えて、で今では TikTok だけじゃなくて YouTube でもこんな風に皆さんとお話できてる。あ、じゃあ結果俺助かった、よかった、てか逆にありがとうございますなんならみたいになってるんです。もう一度言いますけど、本当に思想が変われば現実は変わるんですよ。物の見方や捉え方、要は思想で悩みは減ったり消えたりするんですよ。だから
僕は思想を発信し続けたい。そのために YouTube とか TikTok で自分の知名度を上げる活動をしてるわけです。僕がどんどん知名度を上げていったら、自ら新しい思想を取り入れようとしてない人にも届く可能性があるわけじゃないですか。僕の動画がバズったりしたら、この人は何もしなくても僕の動画がおすすめされるから、新しい思想と出会う可能性があるわけ。本当にすいません、偉そうな言い方になっちゃうんですけれども、こっちからより多くの不平等に苦しんでる人に歩み寄りたいなというふうな気持ちです。でもどこの誰かもわからない、おまけに16歳中卒とかいうもう意味わからんやつが思想ベラベラ喋ってても誰も見てくれへんのよ。めちゃくちゃ広がりづらい。だからまずはパパ活の闇暴いてみたり、なんかファンの家に泊まってみたりっていう面白い系の動画を作って、優勢だおっていう人に興味を持ってもらってるっていう感じです。だからあくまで面白い系の動画は入り口っていう風なイメージかな。その入り口で興味持ってもらって思想を発信するみたいな。軽くまとめますと、自分自身が不平等なことで苦しんだ体験があるから、不平等で苦しんでる人を減らしたいみたいな感じです。もう言ってしまうなら究極の自己満足です。で、次はもう一つの目的のきっかけを作りたいっていうところのお話です。僕は新しい体験は人生をより豊かなものにするっていう風に考えてるんですよ。で、その新しい体験をするにはきっかけ、要は背中を押してくれる動機が必要で、僕自身がそのきっかけを作れる存在になりたいなっていう風な感じです。だからこれもさっきと同じ感じで究極の自己満足。もう自分の幸せのバケツとかじゃなくて、他人の幸せのバケツを満たすことによって、なんか自分の幸せも満たされるみたいな感じです。ノートにも一度書いたんで、あ、なんかそれ前聞いたみたいな風になった方もいるかもしれないんですけれども、まあノートに書いてない部分もね、お話しするんで、ぜひ見ていただければなという風に思います。僕って周りにいいきっかけを作ってくれた人がいっぱいいるんですよ。お父さんお母さんもそうだし、小学校5、6年の担任をしてくれた先生もそうだし、塾の先生だってそうだし、当時中3の僕のお話を聞いてくれた経営者の方もそうだし、今働かせてもらってる会社の社長とか今の師匠とかいっぱいおるわけで、このきっかけをくれた人との出会いのたびに俺の人生の幸福度ってもうめちゃくちゃアップし続けてるわけだよね。でもな、残酷な話やねんけど、これも運やねん。いい人とたまたま出会えただけ。俺の運が良かったって言っただけ。出会いってご縁っていう風に言ったりするけど、まあ、言ってしまえば運やんか。たまたま自分が生まれた地域の学校にたまたまいい先生がいたってだけの話で、僕の実力がどうこうとかっていう話じゃないんですよ。ほんまに運が良かったっていうだけやねん。で、その先生運が良かった僕は小学校6年生にしてテッドトークっていう、簡単に言ってしまえば世界中のめちゃくちゃすごい人たちがスピーチする番組やねんけど、その中の思うは招くっていう動画とか、ムーブメントの起こし方っていう動画を見せてくれたんですよ。それを見たことによって新たになんかこう価値観とか自分の中で思想とかが芽生えて勉強頑張ろうって俺思えてんな。僕って小学校4年生ぐらいまで算数3でそれ以外2みたいな成績だったんですけれども、中学時代勉強頑張れたのはこの先生の出会いのおかげ、すなわち運が良かったっていう、それだけ。僕の実力どうこうじゃなくて、ほんまに運が良かったっていう、それだけ。みたいなことを考えていくうちに、人生って運要素だらけやなっていう風に思ったんですよ。運悪くいいきっかけを与えてくれる人と出会わなかった人は不平等なこととかで苦しみ続けると思うし、幸福度もあんまり上がらないと思う。一方、運よくいいきっかけを与えてくれる人と出会えてる人は不平等で苦しむことも減っていくと思うし、幸福度も上がっていくと思う。もうマジで人生結構運ゲーやねん、ほんまに。じゃあその運が悪くて幸福になれない人生がいいなら、出会いを待つんじゃなくて自分から出会いに行くみたいな行動すればいいんじゃないかなって思うかもしれへんねんけど、新たな出会いを作る行動を恐れなくやってる人ってマジでごくわずかやと思うよね。だってさ、初対面の人と話すの難しいやんか。ゆうせい君コミュニケーション能力高いねってよく言われるけど、いやいや、めちゃくちゃ難しいって俺も思ってるね。ってなれば、無理やりその人をお前新しい出会い作ってこいっていうようなことするんじゃなくて、僕自身がもっと夢になって僕自身から出会ったらいいやんって思ったんよ。別にみんなが何か行動を起こさず部屋でゴロゴロしながら YouTube 見ててもさ、俺が有名になっちゃったら俺の動画が出てきて、俺の動画を見て俺と出会えるわけや。でそこでこいつおもろいみたいな感じに僕自身に興味持ってもらったら、いろんな動画を遡ってもらって、こういう思想を伝える系の動画を見るかもしれへんやんか。でその喋ってる思想の内容とか、思想を喋ってる姿が何かのきっかけになるかもしれへんやんか。っていうか、そんな気がするとかじゃなくて、なるねん絶対きっかけに。でこれって俺一人さえ頑張れば済む話やねん。みんな個人一人一人が頑張らんでも俺一人さえ頑張れば済む話。もうめちゃくちゃエコやねん。まあ、そんな感じで僕の方から出会うために YouTube 上で再生数が伸びたりバズりやすい、まあ、過激系の動画っていうのもこれからもまだ出していくと思う。あ、そう、言い忘れててんけど、思想をメインに語るなんかサブチャンみたいなの解説したから、もう僕の思想に興味ある人だけそれ見とってお願いします。ちょっと話変わらねんけどさ、今みんなが新しい体験をする時ってどういう時？僕はちょっと前まで身内にお勧めされた時にしか新しい体験してこない。友達がこのグミ美味しかったでって勧めてきたから、なんかコンビニで買うとか、ストーリーになんかこのゲーム面白いとか載せてるのを見てダウンロードしてみるとか、テレビの CM とか YouTube の広告見て、あ、これいいなってなって動くことがあんまりない性質なよね俺。でもこれって実は僕だけじゃないんかなっていう風に思ってて、なんか現代人というか僕と同じぐらいの世代、10代から20代前半ぐらいの人ってそういう人が多い気がするのよね。というのも、まあ古代広告、要はちょっと内容を持った広告、僕が何回か動画にもしたことあるけれども、飲むだけじゃ痩せないのに、もう飲むだけで1ヶ月で
何キロ落ちますよみたいな誇大広告が蔓延したせいで、他の誇大広告してない広告に対する信用も落ちた気がするのよ。てかそもそも自分の会社の商品をこれいいですよっていうのなんて当たり前やから、なんかあんま響かんよねみたいな。だから現代において最強の宣伝ってテレビ CM とか YouTube 広告とかじゃなくて、友達とか家族とかの口コミやと思うねんな。でね、僕みたいなインフルエンサーって友達でもないし家族でもないけど、口コミは共有できる存在やと思うんですよ。ってなってくると、僕が美味しいと思ったお菓子をストーリーに載せたら、それを見て実際に買って食べて、あー美味しいなっていう風に幸せな気持ちになる人も増えるやろうし、その食べた人から DM とかで、このお菓子めちゃくちゃ美味しかったです、教えてくれてありがとうございますみたいな DM が来たら、作った人間でもなんでもないけどなんか嬉しい気持ちになるし、いいものをいいよねって広めたら、そのいいものを作ってる会社も儲けるわけやし、自分に影響を受けて買ってくれた視聴者の人とかがいたら、それもまた嬉しいし、なんか幸せな気持ちになるわけ。みんなハッピーになれるね。めちゃくちゃ好循環やんか。でな、そのうち俺も誰かが作ってるいいものじゃなくて、自分でいいもの、いい商品を作って、分かりやすいもので言ったらなんかオリジナルグッズとか作って、それを販売して買ってくれる視聴者の人がいっぱいいたら、僕が経済的に潤っただけじゃなくて、買ってくれた人が嬉しそうなところを見たら、俺もめちゃくちゃ嬉しい気持ちになるやんか。で、買った側も買った側で、自分が好きな人にお金を落とせる、まあ要は応援できるっていうのはすごい気持ちいいことだと思うし、まあ自分が推してる人のグッズを手に入れるってめちゃくちゃ嬉しいやんか。で、それをなんか SNS とかに載せてくれたりしてくれることってあるやんか。こう自分が好きな音楽とかをスクショしてインスタのストーリーに載せるみたいなノリで、ゆうせいくんのなんかグッズを買ったよみたいなこう感じで自撮りとか載せてくれたら、俺もめちゃめちゃ嬉しい気持ちになるし、で、経済的にも潤うわけやから、またそれで新しい何かをいい商品を作れるかもしれないし、また作れたらまた買ってくれて嬉しい気持ちになる、潤う、また作る、嬉しい気持ちになる、潤うっていう、そのもう超好循環が生まれるわけよね。この仕組みってマジで最高に幸せやから、絶対にこれは実現する。本当にインフルエンサーたちは最高よね。だからそういった意味も踏まえて、これからも発信を続けて影響力を身につけていきたいなというふうに思っています。まあちょっと長くなっちゃったんだけど、超絶簡潔にまとめると、自分が不平等で苦しんでる時期があったから、不平等で苦しんでる人を減らしたい。自分が運よく出会いときっかけに恵まれてきたから、次は自分がそれを提供する側になりたい。だから YouTube で影響力をつけていくっていう風な感じです。まあ僕なんかよりよっぽど悩んでる人いっぱいいるやろうし、僕の家庭環境の話を聞いて、なんかうちの方がもっとひどいわみたいな人もいっぱいいるかもしれへんけど、そこを比べたとてね、なんか幸せな気持ちにはならないんで、とにかくお互い頑張りましょう。まあ今話したことは、もしかすると1年前に出したこの動画と若干言ってることが変わってる箇所があるかもしれへんけど、それは僕の価値観だったり思想がまあ新しく入っただけであったり、綺麗に言語化できた部分があったりっていうだけの話であって、根底の部分にある誰かを変えるきっかけになりたいみたいな部分は変わってないんで、温かい目でね見守っていただけますと幸いです。明日から通常通り面白系の動画を出します。あと思想を語るあのサブちゃんみたいなのもね、ぜひね見たい人だけ見てください。それじゃあ今日ここまで、ありがとうございました。